よかった。グレイグ将軍にもなんかすごい残虐非道なことされてるかと思ったよ。兄ちゃん見ない顔だな。旅の人かい？え？何が起こってんの？見ない顔だなんてやばない？何が起こってんの？いや、旅の方とは珍しい。どうぞ。え？ペルラさんってお母さんだよね。ちょっとお母さんとか行ってみよう。え？何これ？いいかい、タレミさん。ロジャーって子供に気をつける。え、いついつ、え、子供ってことは何年か前のってこと？え、ん、時代が変わってるってこと？え、いつ、怖っ。え、ストーリーがかなり気になるな。お母さん、帰りなさい。ロジャー、お前の大好きなシチューがもうすぐ出来上がるよ。ひい、あと誰なんだい？ロジャーだよ。息子のこと分かんないの？何言ってるんだ。うちの子はまだ6歳だよ。え？ 10 年前？いや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 。マジか。どうしたもんかなぁ。え、何あれ？なんかすごい、この木何？なんか緑の、あの女の子の、え？いや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 だよ、ほんと、これは。何この木？何この緑？怖いんだけど。え、怖い怖い、これ何？こんなんなかったよね。私のスカーフ、あー！あ、君あれか、何ちゃんだって気忘れちゃった。エマちゃんかな？エマちゃん、俺だよ。私エマっていうの。これロジャーだよ。ロジャー？テオおじいちゃん。なるほど。おじいちゃん、そっか、おじいちゃんってもう亡くなったけど、10年前だから生きてるんだ。早いね。早いね。おい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 、小さい俺よ。おじいちゃん、はしご知らない？はしご。エマのスカーフが木の上に飛ばされたんだ。おじいちゃん。ははは、わかったわかった、待って、俺も行くでな。おや？あのおじいちゃんがスカーフを取ってくれたから。知らないよ。あの青年は修行があるようじゃ。なるほど。あー、いい子だな。手おじいちゃんの察しなさい。さてと。お前さんもロジャーじゃない。すごい。あはは、どうじゃろうな。若者の頃から面倒を見てきたじゃわしには分かるわい。こんな辛そうな顔して一体何があったというのをわしに話してみなさい。
なるほど。どうやらお前さんはわしがいなくなったのに未来からやってきたよ。自分を頼りにしていた出る方あるのを裏切られたというか、そうやって思いをさせてしまったのに。デルカダール王が頼りにならないと分かった以上、お前さんには包み隠さず全てを伝えた方がよさそうです。ほう。村を出て東に向かったところに石の大滝があるですやろ。戻ったらそこにある三角岩の前を掘ってみなさい。東である石の大滝、そこの三角岩じゃぞ。しかし大きくなったの。やめて、なんか記憶が今乱れた。これほど立派になったロジャーを見ることができ、わしは過保護のさ、何このロジャーや人を恨んじゃいけないよ。わしは前のジージー、ジージーで幸せだった。何これ、やめて。涙イベント。石の大滝？何かあるかなって心とかでも見ちゃうんだよね。あ、返すんだ。いやいやいや、でもどういうことだ？お墓とか調べられたりするわけではないですね。滝に向かう。気になるぞい。まだ10年前だね。あ、お兄ちゃん、兄ちゃん、さっきはお礼を言いそびれちゃったけど、今の顔を沿ってくれてありがとう。またこのぐらいに遊びに来てね。いい子。えへ。ただのいい子。そしてこの記憶も。やめて、これさ、なんか、戻ったらすごい村がボロボロになってるみたいなの嫌だよ、私。本当に嫌だよ。何ぼーっとしてんだ、大丈夫か。うん。まあ、だよね。まあ、悲しい。だと思いました。これは悲しい。まったくひどいことしやがる。お前を捕まえたか後はデルカダールの兵士たちがやってきて焼き払ったんだろうな。不思議なもんだ。過去に遡って村の人やお前のじいさんにやってきたとかな。
お前にはきっとこの根を閉じて核を見る力が備わっているのか。ほう。それでジェイスの言葉を信じて一種の大滝とやらに行ってみるか。行ってみよう。こんなのまあ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 分かってたけどさ。それに分かるがそこにいても何も始まらないけどそれじゃ。まあ正論ですわ。でも正論を見つけられても悲しいです。やってくれたぜ。お、宝箱。あ、小玉ちゃん。師団の服。とはいえ、あ、休もうか。いやはや。本当にひどいことをしやがる。うわー、ボロボロやー。宝箱。前開けたんだろうな。自宅やってっか。なにこれ、ほんと。なんかもうほんと、ドラクエ4の最初の勇者の村と名前忘れちゃったけど、あと、休んでこ。綺麗に休んでこ。あと、5のサンタローズの村もなんかこんな感じでボロボロになってたよ。それを思い出す。兄これ悲しい。非常に悲しい。まあでも悲しんでる暇ないからね。行くぜよ。よし。しゃー、デルカダール王国も、ジゴスパーク覚えたらジゴスパーク放ってやるからな。あの地図の南のデルカコスタ地方みたいな方に行けばいいかな。これで、ちょっと。ここかな。
感覚いいわ。日直しの掃除めっちゃくれるね。お、大滝がありますね。これね、感覚いいわけでも出るわ。これだ。手紙か。どうぞ、あなたがこの手紙を読めるようになった頃、私はもうこの世にはいないでしょう。あなたが生まれてすぐ、故郷のユグノワの地が魔物に襲われました。私はあなたを逃すのに精一杯でした。いいですか、ローザ、心ある人に拾われ立派に成長したら、ユグノワの新興国であるデルガラールの王を頼るのです。あなたは誇り高きユグノアの王子、そして忘れてならないものが大きな使命を背負った勇者でもあります。へえ、ユグノアすごい。勇者とは大いなる闇を打ち払う者のこと。いずれこの言葉が何を意味するのか分かる時が来るでしょう。どうぞ、一緒にいてあげられなくてごめんなさい。無力な母を許して。ウエル、お前の母親の手紙ゲームの実験手紙はどうだ。おじいちゃん？親愛なる孫ロジャーへ。未来から来てお前に出会った後、わしは約束通りお前の道しるべとなるものをここに埋めておいた。母親の手紙はもう読んだかね。あの手紙はお前が流されてきた時一緒に入っていたものじゃ。わしはあの手紙に従うお前をデルカ王国に。なぜ湯河の宇宙が魔物さんは勇者が来ないかと言われているのか、明日の伝統にしかなかった。なれば真実は自分の目で確かめるしかない。東にある旅立ちの心の扉を開ける魔法の石を前に授けよう。それを使って世界を巡る真実を求めるのです。お前は悪魔の子と呼ばれ追われる勇者となって全ての真実ロジャーや人を恨んでいけないよ。ああ、これ言ってたね。ロジャーは魔法の石を手に入れた。すごい大事なものみたいな。食べ出しのこれは扉を開く魔法の石か。まあこれも乗りかかったんだけど、俺もお前のために付き合ってました。お前のジェイさんが言ってた、旅立ちのこれはここから東にあるんだってな。それでさっさとそこに行こうぜと言いたいところだが、その前俺の目的を果たさせてどうもね。よろしくな、ロジャー。はい、お馬さん、お馬さん置いてきぼり。お馬さん着いちゃった。あ、立ってる。お馬さんここら辺にいなかった。消えた。お馬さん、しょうがない。
かだらしいんだよね。うわ、初めて見る。え、カウンターとかやば。でもあれか、もう4時41分だからそろそろそこのキャンプで休んで終わろうかな。一旦というか、なかなか付き合わせ終わりにしよう。そろそろ防御力高そうだな。あ、でもこんな感じでまたフラリとブロードキャスト配信するので、多分ツイッターとかフォローしておけば、始まってよとか行くので、よかったらツイッターフォローしておいてください。チャンネル登録もお願いします。娘が読んでくれたら嬉しいです。死んでいく前に、死んでみたいんだが、今はとりあえずキャンプ行こうか。何このエッグ、なんかね、キャンプ行く今やりたい。まずはい、ダッシュ呪文覚えた。リミット、おお、いいね、リミット。脱出できる。レベル9か。まあ、着々と上がってるっちゃ上がってるな。はい、というわけで休むか。あ、ちょっと家事もしたいね。なんかレシピ新しいの、お、お、家事技術が、へえー、じゃないけど、どうなんだろうか。もう鱗の鎧とか装備できないんだけどね。作ってあげよう、神に。これ打ち直ししよう。
うわ、これは打ち直しや。初めての打ち直しですよ。え？あ、あー、カーズもいるんだね。ちょっと打ち直ししてみよう。どんな感じなのかって。やってみよう。さっきよりいいでしょ。おお、強化されるんだ、こうやって。へえ、面白い。ごめん、なんかステデコパンツとかずっと装備させてて、マジで。オッケー。あれ？おお、コインを買ってくれるんだ。へえ。あ、ここで全然なんか、素材も変えれるじゃん。いいね。セールしよう。いや、いい旅だった。またやろう。だけどちょっともうちょっと探索したいかも。ちょっともうちょっと探索だけしていいかな。結局やるんかいみたいな。5時までやる。5時まで。5時になったら終わるから。お兄ちゃん、僕もやってます。いいね。こっちで探索したいんですよね。なんか青く光ってるかなと思ったら、なんか X が光ってしまった。なんかこのゲームなんかあれなのかな、天候とかもなんか影響するのかしら。引っ張ってる引っ張ってる。探索、馬、大馬がいると早いね。でも大丈夫だったな。トリカダール地方ってここだとどこに出るんだろう。って言われたもんね。こちらを探索して、大間さんも飛べればいいのにね。じゃんって来た。
ケースしか落ちてなかった。わらばことか見逃せないぜ。よいしょ。ん？超いい感じ。こういうの大事やから。気絶もやから気絶も。神殿の方は調べたかな。いい感じで探索はできている気がする。この辺宝箱とかないの？ないか。ありそうなものだけ。楽です。覚悟。OK。 なんかお金も1000円まで貯めて終わりたいかも。ある。落ちちゃった。あ、大間さんがどっかで行ってそうで嫌だ。何もなかったね。ここまでやっといて。広い。あるよっていう知ってる方いたら言ってください。たしなめられちゃった。あ、戦いたーい。これはもうおなじみですよ。熱帯ガニ、さすが守備力高い。なんだかんだ。うわ、シャドウ。お遊戯かわいい。あ、メンタイガニじゃなくてチアメ行きたかったんだけど。はーい、だってはーい、もう朝だからね。なんて言ったって朝。
ちも潜ってるぜ。さあ、ぬぬぬ、あそこの施設を探索しよう。そこの施設を探索して大間さんはちょっとどうせ待っててくれないから諦めて、レシピとかありそう。ここ海系のレシピがありそうと思ったら本棚とかなかった。ありそうと思ったんだけど、でもなし。あ、お馬さん待っててくれた、優しい。おはようございます。なんかおはようって人が多い。みんなこんな朝早く起きるの？立て続けに一体一体を出していこう。キャンプするよ。休み。え、待って、おはようの人マジ多いんだけど。え、すごいね。と、びっくりしちゃったよ、ふみちゃん。こうやってズルズルやってくるんでしょ。どんなもんかだって気になる。